聖樹、こんなところでどうしたの？ああ、君こそどうしたの？天気が良かったから。いつもの取り巻きの女の子たちはどうしたの？今日は面倒だから返した。僕だって性欲がない時はあるからね。性欲って、聖司はいつもの女の子たちと冗談だよ。僕あんまり身近な子には手を出さないことにしてるんだ。手を切るときに面倒だからね。で、僕に何か用？魔界に帰れって話だったらお断りだよ。どうしてもダメ？魔王になれるのは聖樹だけなんだよ。自分の使命だって思ってはくれないの？魔王になれるのは僕だけじゃない。レニだってそうだからね。何も僕が重い使命を背負う必要はないんじゃない？少しだけど女性ものも乗ってるよ。見る？うん。これ素敵。うん、似合いそうだね。買ってあげようか。君って疑うことを知らないっていうか、本当に純粋培養なんだね。いいよ、買ってあげる。その代わり条件がある。今この場で裸になってみてよ。そしたら僕、着るもの一つないかわいそうな子だなって思って、すぐにこの服を買ってきてあげる。芝居だって、すんなり買ってあげたんじゃ面白くないじゃないか。意地悪しないでよ。だって君があんまりにも純粋だから意地悪したくなっちゃったんだ。好きな子をいじめたくなる心理、わかるでしょ？そんなのわかんないもん。さあどうするの？脱ぐの？脱がないの？脱ぐわけないでしょ。はあ、残念。今日はここまでで我慢してあげる。
おはようございます。まだゆっくり寝てらしてよかったんですよ。だって学校今日はお休みの日だよ。でもレニは制服だよ。俺は用があって学校に行くだけだ。セージはどうするの？僕は町をブラブラしようと思ってるよ。一緒にいてもいい？ああ、もちろん。だけど、たまに君が見えなくなることがあるかもしれないけど、いい？じゃあ出かけようか。着替えておいで。セージ、あれは何？あれはパン屋さんだね。ほら、毎朝僕たちが食べてるパンもあのお店で買ってるんだよ。じゃあ、あっちのお店は？あれはね、セイジュン、今一人？何してるの？ああ、一人でブラブラしてたんだ。
何を見てる？あ、レニー。聖樹と一緒に出かけたんじゃなかったのか？うん、そうなんだけど。まあよくある光景だ。ところで何を見てた？バカか。あんな安物欲しがってどうする、今のレニだよね。あ、うん。君、僕と遊びに来てるのに他のやつと話すんだ。そんな。おいで。あ、説明してごらん。僕と一緒に来たいって言ったのは君なのに、どうして君は他の男と話してたの？他の男ってレニじゃない。レニだって他の男だよ。君が僕以外の男と話すのは本当はすごく嫌なんだ。それはどうしてなの？言わせたの。え？君が他の男と話してるのを見るとどうして僕が嫌な気分になるかって理由、僕の口から言わせたいの。やっぱり可愛いね。はあ、なんだか気分がそがれたよ。帰る。ごちそうさま。ねえ、今日から僕の部屋で眠りなよ。え？ええー、聖樹様なんてこと！おい。決めたんだ。
僕は君を天使から守るって。悪魔狩りはだんだんひどくなっているだろう。君を一人で寝かせておくなんてできない。僕が君のために命がけで結界を張るよ。そして魔界の扉が開いたら一緒に帰ろ。僕が次の魔王になってあげる。本当に？聖女様。本当だよ。だからね、今夜から僕のところでお休み。ですが聖女様、その一緒に眠るということは。猫ちゃんは心配性だな。もちろん女の子が嫌がるようなことは何もしないよ。そうですよね。嫌だったらいいんだよ。代わりに僕は君を守らないし、魔王にもならないけどね。そんな。ね、レニも賛成だろ。じゃあ僕も部屋へ帰ろうかな。お風呂から上がって眠る準備が整ったら僕の部屋においでね。姫様、差し出がましいようですが、私は姫様には次期魔王がどうこうよりご自身の幸せを一番に考えていただきたいのです。ですからご無理はなさらず。平気だよカイル。二人のどちらかに魔王になってもらうためなら何でもするって私決めてたもん。それにセイジは私が嫌がることはしないって言ったよ。確かにそうですか。私、セイジを信じてみようと思うんだ。セイジが魔王になるって約束してくれるなら私も信じてあげないといけないもん。姫様はやはり姫様です。少しでもセイジ様を疑った私が恥ずかしいです。待っていたよ。おいで。来てくれたんだね。嬉しいよ。うん。だってセイジは言ってくれたよね。私の嫌がることはしないって。君は信じやすいんだね。そんなんで魔界でよくやっていけたね。だってパパが守ってくれてたんだもん。どうしたの？悲しそうな顔をして。ねえセイジ、あの言葉に嘘はないよね。何の？魔王になってくれるって。うん、君次第だけどね。私次第？君が僕の言うことを聞いてくれたらね。
そのために君はここへ来たんだよ。夜中に男の部屋にそんな格好で、ね。私そんなつもりじゃ。そんなつもりがなくても君は十分魅惑的だよ。さあおいで。それって。眠る前にリボンをほどいてあげる。あ、うん、ありがとう。届いたよ。大事なリボンだよ。枕元に置いておこうね。おやすみね。本当に綺麗な髪だね。銀色に輝いて今宵の月みたいだ。どこが？だって色が変わらないもん。これじゃあ時間がわかんないよ。昼間は顔を出さないし。その代わりにね、人間界の月は満ち欠けをして今が何日か知らせるんだよ。満ち欠け？そう。君、今日が満月だと思ってた？ほら、よく見てごらん。まん丸じゃない。そうだね、満月は明日だから今日は丸い月は見られないよ。私月はずっと丸いままだと思ってたよ。中井で何百年も月を見てきたから月は永遠に丸くて私たちを照らしてくれるって。永遠か。そんな言葉、意味がないね。聖樹は永遠を信じないの？あいにく僕はそこまでバカじゃないんだ。好きだってほら、あんな風に欠けたり満ちたり、永遠なんて求めるのは間違っているよ。くるくる形を変えて、月は疲れないの？君は可愛いことを言うね。聖樹、あのね。あの
わかったよ。何もしないよ。だって君、そんなに怯えてるじゃないか。言ったよね。君の嫌がることはしないって。ただ、そうだね。これくらいは許してもらえるよね。キスをすることは許してくれる？意地悪。キスしてから言うなんて。実は今日入浴剤を間違えて君のを使ってしまったんだ。そんなに匂う？うん。でもなんだか安心するよ。そう？ならよかった。このまま君を離さないで眠りについてもいいだろう。キス以上のことはしないから。どうして笑ってるの？君を抱くことなんて簡単だと思ってたんだ。手の内に収めてしまえば、あとは他の子と同じように抱けると思ってた。笑っちゃうだろう。君を抱きしめてるだけで震えてるんだ。君がここにいることが嬉しくて少し怖いんだ。怖がらなくていいよ。私ここにいるよ。そうだね。おやすみ。おやすみ。好き、好きだよ。こんな気持ちになったのはあなたが初めてだよ。ほら、起きなよ。ちょっと。お寝坊さんはこうしちゃうよ。でも、目が覚めたんじゃない？
君、泣いてた？そんなこと、ないけど。涙の跡があるよ、そんなに。夢を見たの。君はまだまだ子供なんだね。そんなことないもん。ねえ、それってどんな夢？教えない。まあいいや、君がそばにいてくれるならね。さあ着替えて、今日は学校だよ。あ、うん、じゃあ着替えてくるね。じゃあ行ってくるね。はい、行ってらっしゃいませ。聖樹様、姫様のことをよろしくお願いいたしますね。猫ちゃんは心配性だね。じゃあね。どうしたの、聖樹？いや、雨の匂いがするなって。雨の匂い？でもこんなに晴れてるよ。僕が大事なことをしようとするときにはね、なぜだか決まって雨が降るんだ。僕は太陽には嫌われているらしいよ。大事なこと？うん。でも逆に考えてもみるんだ。雨が降ったら大事なことをやり遂げろって背中を押されているんだってね。なんだか聖樹らしくないね。僕らしくない？うん、前向きで。ちょっと待っててね。ほら、おいで。ほら、もっとそばに寄って。濡れちゃうよ。さ、行こう。ないよ。いいんだ、今日はサボるから。え、どうして？雨が降ったから。大事なことをやり遂げろって雨に言われたからね。大事なこと？うん。それにね、白状すると女の子と相合い傘をするのは初めてなんだ。こうやって誰か好きな子と二人で傘に入ること。おかしいだろ、あんなに女の子たちをはべらせておいてこんなことが初めてなんて。ううん、おかしくなんかないよ。ありがとう。じゃあ行こうか。どこへ行くの？君に花を見せに。
見てごらん、花だよ。あの白い波を見なよ。散っていく花びらみたいだろ。本当は桜の散るのを見せたかったんだけどね。あれは春の花だから。聖女は散る花が好きなの？うん、そうだけど。私はそんなの悲しいと思うよ。どうして？だってなくなっちゃうんだよ。綺麗な花にはずっと咲いててほしいよ。僕はそれが信じられないんだ。え？永遠に咲いていられる花なんてないよ。だったらパッと散ってしまった方がまだ救われる。永遠か。そんな言葉、意味がないね。ごめん、言い過ぎた。そんな悲しい顔しないで、ね。うん、私こそごめんね。本当に悪いと思ってくれてる？え？悪いと思ってるなら、これを受け取ってくれる？私に？うん、いつ渡そうかってこの間からずっと機会を狙っていたんだ。聖獣か？僕の一番好きな花の香りなんだ。受け取ってくれるかな？うん。よかった。いけない。聖獣。下がってて。不意打ちなんてやることが卑怯だね。悪いけど卑怯なのは僕のトレードマークなんだ。返してくれる？はあ！聖獣、大丈夫？これくらいなんてことないよ。
して守ろうと思ってくれたの？え？聖樹はどうして私を守るの？それを僕に言わせたいの？え？僕が君を守る。確かに僕はそう言ったよ。でも、その理由を君は今まで考えなかった。そして今になって僕に言わせようとする。ひどい話さ。そんなこと。僕はその言葉を待っていたのかもしれないね。え？どういうこと？卑怯者の僕は雨が降ったから君にそれをプレゼントできたみたいに、何か後押しがないと何もできないってことさ。いいよ、無理しなくても。また今度きちんと話すよ。言ったろ、僕が君を守るって。レニではなく僕が君を守るんだ。忘れないで、レニではなく僕に。雨も止んだね、帰ろうか。ほら、僕から離れないで。いつまた天使が襲ってくるかわからないだろ。わかったよ。でも、別に先が欲しいってわけじゃないけど。さっきから一人でブツブツと。気味が悪い。え？レニ、どうして？もうすぐ夕食だからな。時間なんだ。まあいい。お前に聞きたいことがある。あ、うん、何？そうだ、私もレニに聞きたいことがあったの。ほう、お前が俺にか。うん、でもまずはレニから質問してみて。いや、お前から話せ。せー
ジの好きなものを知りたいの。セージの？うん、この間セージが私に香水をくれたの。セージがか。うん、セージの好きな花の香水だって。だから何かお返しをしたいの。お前がここ数日おかしな匂いを撒き散らしていたと思ったら、聖樹からのもらい物か。おかしなのってひどいよ。桜の花だよ。桜？え？違うの？女のものには詳しくはないが、桜はそんな匂いはしなかったはずだ。でも、セージは好きな花の匂いだって言ったよ。あと、セージは桜の花が好きだって。知るか、そんなこと。そんな。じゃあ、セージの好きな花って他にあるの？知るか、そんなこと。ことってレニとセージは兄弟だよね。好きな花も知らないなんて。バカかお前は。何が？俺たちは確かに兄弟だが、それとこれとは関係がない。そもそも俺たちはたまたま一緒に住んでいるだけだ。でも好きなものくらいは。好きなものなら知ってる。え？本当？ねえ、何？どこに売ってるの？私にも手に入れられるかな？売ってはいない。だが、お前なら聖樹にそれを与えることができる。どういうこと？自分で考えるんだな。君はそんな哀れな声で男にすがるんだ。え？そんな顔で僕を見る。邪魔だった。邪魔なんて。あれ？誰かが何かを言ってるね。よく聞こえないんだ。しりがる女の言い訳は特にね。ふん、バカらしい。聖女、違うの、聞いて。ねえセージュ、お塩を取ってくれる？セージュ、お塩。はい、姫様、お塩ですね、こちらに。ありがとう、